森野というところ、中畑監督出てきました。山口俊もここで下げます。藤間さん、今日の山口ですが、そうボールに力あるんですけど、やっぱりコントロールがちょっと定まってないですよね。そうですね。山口俊に代わってやはり大原を起用してきます。さあここは山口俊が背負ったピンチを大原がどう切り抜けるか。大原は今シーズンこれが9試合目の登板になります。前回は4月25日阪神戦登板して、結局1回を3安打1点も失ってますが、8試合に登板して0勝0敗。この場面で起用されました。やはりベイスターズはその山口操作の不振というものが、西本さん、今シーズンのこの負け越しているという、ね、結果につながってますが、まあ、それもありますよね。もちろん先発ピッチャーもね、はい、やっぱり、まあ、トータルですよね。そうですね。あの本当にきちっとしたことができてないっていうのはあると思いますね。はい、まあ、操作山口がいて、はい、じゃあそれだけ勝ちゲームがあったかっていうのはそうでもないですね。確かにそうですね。ゲームでやっぱりいきますからね、やっぱりそういう流れの悪さっていうのもありますよね、はい。まあ、チーム状態があるけど、やっぱり出番が決まってこないですもんね。はい、でその中でやっぱり、調子悪いと、はい、より一層もう、ね、出る場所がバチバチになりますから、はい。その中で41番大原がマウンドに上がりました。そしたら勝ちゲーム負けゲーム関係なく、はい、どんな場面でもというね、ありますからね。さてワンアウトランナー満塁、そして5番の森野を迎えました。森野対大原、今日森野はいいところがありませんが、三塁ランナー帰れば一気に同点という場面を迎えています。内野はセカンドゲッツー体制。スライダーがやや逆球になりましたが見送っています。この森野の見送り方ですが、藤島さん、いやあんなど真ん中に来ると思わなかったでしょうね。そういうことですね。ボール外のボール気味から来るだろうっていうのはね、という、ね、判断したのかどうか分かりませんけど、ね、はい、今のは、まあ、普通に、ね、ダイヤフライは楽に出れたものですから、ね、はい、140キロストレート、ツーストライク。飛んだ大原、スライダー、6対5、1点リードベイスターズ。ランナー満塁、
しのげるかベイスターズ。スライダーはわずかに外れた。いいボールですけどね。そうですね、まあ、いっぱいいっぱいにいい球ですけどね、はい。2ボール2ストライ。やっぱりバッターが振ってしまうっていうようなね、感じの球を投げたいですよね。なるほど。3ボール2ストライ。やっぱり外一辺倒になりますか。そうですね。バッターの目もやっぱりね、慣れます。コースも分かりますからね、はい。もうアウトローのストレートのスライダーを投げるっていうね、はい、その展開になってますから。さあここはどうするか。3ボール2ストライク、1点差、そして満塁。勝負の6球目。勝ちは消えました。いや、香川は調理投手の権利を得てませんから、これで6対6になりました。香川、林、そして長田、この山口、さらには大原と繋いできましたが、6対6、同点に追いつかれました。さらにワンアウトランナー満塁で和田を迎えます。右バッターの和田ですが、大原続投。打ち上げて、これは浅いフライになった。セカンドフライ、石川掴んだ。インフィールドフライが宣告されています。ワンアウトランナー満塁からツーアウト、ツーアウトランナー満塁。この和田のバッティングですが、そうですね、ちょっと振ってくるボールね、打ち取りましたね。はい、大原からすると助かったというその場面を迎えました。押し出した後の初球ですからね、ちょっと嫌なところですからね。和田とすればその押し出しの後の初球ですから、はい、ストライクを取りに来ると読んでというそのバッティングでしょうか。ツーアウトランナー満塁でバッター松井雅人。この後はガッツ小笠原準備をしています。スライダー130キロ。ついに同点に追いついたドラゴンズです。押し出しのフォアボールがありましたが、ただその後和田を打ち取りツーアウト。バッター松井雅人。止めるボール、ワンボールツーストライクになりました。残
6対1から6対6に追いつかれたベイスターズ。シーズン2割6分5厘、ホームランもありません。打点も3マークしていますね。まあここもね、右の代打がいればっていうところでしょうけども、確かにそうなんですよね。ただ谷繁監督が自分から言ってもいいんでしょうけども、やっぱり次の育てるっていうことも兼ねてね、そうの試合預けてると思うんですよね。ツーアウトランナー満塁、三塁側へのファウルボールですが、追っていきます。スタンドに入ります。ここは松井にかけたというドラゴンズになります。特に松井は昨年まで、まあ、通算でも13アンダーということですからね、はい。次にかけました。そしてこの後は小笠原が準備をしているドラゴンズです。ドラゴンズとしては絶対に勝ち越したいというこの場面を迎えました。大原対松井、140キロストレートは逆球になりましたが、インサイドで行きました。次が投球7球目、ここです。アウトローに構えていましたが、ハイに行きました。まあ、本当に一辺倒ですからね。そうですね、逆球で逆に言うと、うっていうね、松井がどう思ったか、はい、プロ入り初めてのスターティングメンバー、先発マスクをかぶっている西森。ワンボールツーストライク、投球7球目。カーブ、見逃しの三振。しかし7回の表、ドラゴンズは押し出しのフォアボール、1点を取って6対6。最後はカーブを使って見逃しの三振に切って取りました。最後はスライダーストレートから1点カーブでしたね。そうですね、はい、まあ、ちょっと目線変わりましたからね、はい、6対6で7回の表を終了しています。さてここで球団